たまにやっぱ豊一味デモはよく見たもんけどね。まあ。今は紙土ってやつですか。そうですね。この後から、これは紙土で、今までは大体こう玉土でこの幅切る部分をやって、ここ今紙土がこっちに入ってくるわけです。今度感じますね。はいはい。それは、こっちができたらってことですか。そうですね。今度ここだけちょっと掃除して。はい、あとかぶせますけど、ちょっと一回こね直しますね。
Thank you.
のは紙土ですよね、これは。そうです。これは紙土。本当の作品のなる部分の、はい、うん、本当の表面のところですね。これ玉土でって、今度この鋳型、うん、の一番綺麗なところですね。作品でない分の、直接は、作品でなくて、じゃあ今紙土やって玉土やって藁の入ったやつを、荒土、でこの吸わせはその後ですね、その後に吸わせ。
したのは何か意味があるわけですか。いやいや、止めてもいいですか。あ、そうですか。しきたりかなんか。いやいや、分けたりにするかな。なんか、お邪魔しないんなんか、ああ、なるほど。あれは、お邪魔しない。ちょっと、親に。それからもう、飛ばしりが、うん、いないように。Thank you.
乾燥して、はい、今度はぐるみの、はい、導線とステンレス線を、はい、はめ込みますけど、はい、それはそしたらまだ1週間ぐらいかかるんですよ。1週間もかかないんですか。いや、そういうもんね、はい、ぐるみに入るまでは。だからそれがぐるみ長いか。ええ、明後日、はい、まあ、2日間、はい、ちょっと残業して、はい、2日間しかとか、3日、2日間にかかるね。まあ、それはまた、たまに気が、気に気がする。あとまた、布で締め、水分を取って締めるから、うん、布締めと言ってますね。うん、
土を完成。手カサカサにならない。油吸われて。普通なるね。普通なるけど、お父さん大丈夫ですか？石鹸で、きれいに洗って、あとハンドクリームとか、乾燥する時期は、結局手袋、夜寝てる時は手袋をシャルして、どう触ったら手カサカサになるんですか？そうやね。昔はやっぱり冬は、寒いし、ひび切れして、ことが死んでるくらいのこともあったけど、お父さん最初勤められたのは何と、今もある会社ですか？いや今は、やめられた。今も、今皆さんやめられた。やめられた。あ、本当。はい。
はい。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 
を上げて、これ水分を吸わせますね。吸わせ、吸わせ漬けで漬ける。はい。場合はそうするんですけどね、うん、それにはやっぱそれちょっと僕、ね、なりに理由があるので、うん、ちょっとでも、ね、他の人はどうかわからんけど、うんうん、やっぱ後々響いてくるって言ったらおかしいけど、ええ、結局ね、うん、くぼんでるところって、うん、一番、水が水分が、はい、残りやすい状況、うん、だから逆に一番くぼんだところから、うん、やることによって、うん、くぼんだところが最初に水分を吸ってくれるのが一番いいので。飛び出してるところじゃね、自然に水分が一番、うん、乾きやすいと言いますかね。うん、なんでもね、うん、土はまず柔らかい時と硬くなった時といては必ず。乾燥したときは沈んでいくんで、別に高岡独特でもないもんです。そうだね、こういう馬つける馬は、うん、東京の方行ったら素焼きの瓦とかね、うんうん、なんかそういうもの使っとったね、うん、僕は初めて見た時ちょっと見たけど、うん、焼き型ってそんな どっかでやっぱ全国的にある種類ではあるよね。馬を焼いて、うん、流し込む方法は昔からの、まあどうん、東京の西郷丼とか、うん、西郷高森の、はいはい、上の銅像とか、はいはい、ああいうのはみんなこういう、うん、あと南光さんとかでっかいのもあるけど、うん、昔のものは大体こういう焼き方でやっとったはずですよね。今焼き方って美術家経営ぐらいしかないでしょ最近はね。ですよね。そうですね。危険なそんなことをしないでしょ。そうですね。だいたいこれで、ついたんで、今3時半け。
ここでね、1時間